プログレス MS-03 は、ロスコスモスが国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げた無人宇宙補給機である。NASA および JAXA では、プログレス64または 64P とも呼称する。2016年7月16日21時41分45秒に打ち上げられた。プログレス MS で初めて衛星放出用の爆露区画を搭載した。 プログレス MS-03 はソユーズユーロケットを用いてカザフスタンのバイコヌール宇宙基地31番車点から2016年7月16日21時41分45秒に打ち上げられた。プログレス MS-03 は2016年7月19日0時20分に国際宇宙ステーションのピアースモジュール天底側にドッキングした。 プログレス MS-03 により、第48次長期滞在クルー6名のための補給物資 2425kg が国際宇宙ステーションに運ばれた。内訳は以下の通りである。ザック・アナトリー・ソユーズ・ロケット・フライズ・クリティカル・テスト・ミッション・ウィズ・プログレス MS ・ロシアン・スペース・ウェブ2016年4月26日、閲覧・ AB ・クラーク スティーブン、プログレス、サプライシップヘッズーインターナショナルスペースステーション。2016年7月18日閲覧。ロシアプログレス m s 0 3 6 4 p d o c s w i t h ISS。www.NASASPACEFLIGHT.com。2016年7月18日閲覧。ザック、アナトリー。 プログレス m s 0 3ッズツーザー SS ロシアンスペースウェブ2016年7月18日閲覧ありがとうございます